明朝からだは漢字や名の書体の一種でセリフ書体に分類される。漢字や名の表示や印刷において標準的な書体である。中国では相対、民体とも。日本においては明治の活字技術の導入期にひらがな、カタカナを漢字とは別用のまま使ったためバリエーションが生じた。活字として彫刻するために基本となる楷書の書要素を 単純化したものが定着している。縦角と横角はそれぞれ垂直、平行で、おおむね縦角は太く、横角は細い。しかし、もうや他に見られる、緩やかな点節では、どちらもほぼ同じ太さとなる。他には、横角の始めの打ち込みや割りの鱗、縦角の羽根、また左右の払いなどに、会社の特徴を残している。示す辺や診療など一部の部分では、 例書と類似したものも見られる。活字としての利便性から字型が正方形に近づいたため、筆書きからだとは要素のまとめ方が異なり、字面において点画が可能な限り均等に配置される。こうした字面を一い,いに大きく使う手法は、小さいサイズでの可読性が向上するだけでなく、文章を重要に方向に組むことが行われるようになった後は、 いずれの方向へ組んでも整然とした効果を得られるという点でさらに有効なものとなった。明朝からだは活字の書体として成立したため書き文字よりも字体が固定化しやすい傾向がある。様式化のために手書き書体で正当なものとされた会所との字体の移動が発生した。これに加えて後期時点に発する字体の問題があり、これらが合わさって 明朝体の事態をめぐる問題は起こっている。木版印刷や活字による活版印刷における印刷書体として成立した事態は、当時の通用事態または正治体を反映して様式化されたものであった。例えば、筆をえは、会所ではうん上で軽く添えるだけのもので、明朝体のような様式化されたものではない。その他にも、草冠を三角に作る明朝体は、 会所体が原則として四角に作るのと対立した。そして、偶の足の一角目の始めの位置と二角目の始めの位置が同じである苗蝶体は、一角目と二角目を左上で交わらせる会所体と対立した。後期時点において、説問開示などに則り新たに定められた政治は、これらとは異なっていた。それまでの因と、 陰のような自覚の構成要素の不足で生後または、生息自体を区別していたのに加えて、書体の変遷として通用していた、その転格の向きが、節問の焦点のものと異なるのを問題として、そう政治とするなどとなされた。しかし、それでも、一般的な出版においては、通用自体が主流のままであったが、中国へ欧米勢力が入り始め、 金属鋳造活字の開発を始めたとき、後期辞典を参照して漢字活字を制作した。一部において通用字体が使われることもあったが、結核なども後期辞典のままであった。これらの活字技術が従来の技術にとって変わろうとし、金属活字の明朝体が日常で見られるものとなったとき、それまでの通用字体、政治体との隔たりが大きな問題となった。 例えば、会所体では、基地の上部は、どうに作り、として、こうは、はしご高が多かったが、新たに入ってきた明朝体の字体を理由に、これらが誤りとされるなど、筆記書体に大きな影響を与えた。筆押さえなどは、字を示す上で必要がないとされることもある。そのため、簡体字や正体字ではこれらを会所風に改めたものが示されている。 1946年11月に東洋漢字や座大表が告示された際、手書きの表であったため、筆押さえなどがなかった。したがって、ないのが正しいとして、活字を作り直す業者や、新字体で印刷するのに、それらを不要とする顧客もあった。しかし、東洋漢字表外の漢字や、一部活字業者では、筆押さえなどは残されたままであった。教育などでは、 正しい事態の指導上問題になるとして、病調体を使用しなかったり、使用したとしても、陰や、さむなどの折れ曲がりの部分、診療が解消と異なるとして、特別に変えたりした。ただし、常用漢字などでは、このような筆押さえ等の形状に加え、点角のつくか離れるかや、長短などという細かい差異を、デザイン差と呼び、もっぱら統一などするまでもない、差として、 統一は強制でないとしている。日本産業企画などでもそれに従うが、教育や書体の開発の場において帰り見られることは少ない。明朝体は主に印刷において、本文書体として使われ、比較的小さいサイズでの使用が多い。一方、そのデザイン上の特徴を生かして、大きいサイズでも使われる。特に太いウェイトのものは、コントラストが高く。 インパクトが要求される見出しや広告などの場面で使用されることもある。20世紀終盤にはゴシック体で本文を組む雑誌等も増えてはいるが、教科書体が使われる教科書以外の書籍はほとんど妙長体の独占上と言える。よってフォントを制作、販売する企業はほぼ必ずラインナップの中核に明朝体を据えている。そうしたことから、 明朝体は活字文化の象徴として捉えられることもあり、かつては明朝体で組まれた文章、紙面とは、すなわち印刷書を経由してきたものであった。だが、パソコンの普及により状況は変わっている。パソコンで文字を扱うに際しても、明朝体のフォントが OS に付属するため、そういった機器、ソフトウェアを有する、誰しもが明朝体で組まれた文章を作成。 印刷できるるようになっている一方で、ウェブブラウザなど、もっぱら画面上で文字を扱う場合には、明朝体はあまり用いられず、自覚の、よりシンプルなゴシック体が広く用いられる。これは、画面の解像度の制約により、鱗など、明朝体独特の装飾がギザギザに表示されたり、縦横の線の幅が不統一になりかすれるなどして、過読性を損ねるためである。日本では、 ゴシック体に比べると少数だが、鉄道設備の LED 表示器でも日本語フォントとして広く使われている。アンチック体の代替として、ウェイトの大きなものがゴシック体を漢字、記号部分に混色する金書体として用いられることがある。これは、辞典類や漫画の吹き出し内のセリフの表現などに見られる用法である。なお、アンチック体は、 ゴシック体との混色を想定して明朝体の金よりも太く作られており、書体メーカーでは明朝体とアンチック体を別のカテゴリーでリリースしている。明朝体の文章における強調箇所などにはゴシック体を使用してオーブンでローマン体の文章に用いられるイタリック体、ボールド体と似たような効果を得ようとする場合もある。明朝体は木版印刷や活字による 活版印刷における印刷用書体として成立した。木版印刷は当初会書で文字を彫っていたが、会書は曲線が多く、彫るのに時間がかかるため、北宋からの印刷の流星により、次第に彫刻書体の風を受けた早朝体へと移っていった。早朝体がさらに様式化し、秋代から寝台にかけて明朝体として成立し、仏典や 四書などの印刷で用いられた。新代に入り古字の研究成果が取りまとめられた後期辞典は明朝体ですられ、後代の明朝体の書体の転居とされた。後期辞典は、説問開示など、転書や霊書で書かれた文字を明朝体で書き直したため、伝統的な書字矢座型と大きく異なった字型がなされた。19世紀に新朝が弱体化し、 ヨーロッパ諸国が中国に進出するようになると、まず、中国への興味から、その風習などと共に文字が紹介された。中国進出を誇示する目的もあって、ナポレオン一世とパルマ公によってそれぞれ作られた、主の祈りという本に使われた活字は、フランス王立印刷所や、ジャンバッティスタ・ボドーニの印刷所などヨーロッパの印刷所で彫られたものである。 その後中国研究が始まり、中国語の辞典や文法書などの印刷のために漢字活字の開発が必要とされた。ヨーロッパの進出とともにキリスト教金星が有名無実になっていくと宣教師がやってきて教家のための翻訳を始めた。当時、東アジアに既存の製版技術を利用しないで金属活字の技術を持ち込んで使った。そしていずれも、 漢字を活字にするにあたって、明朝体を選択した。これは、オーブンの印刷で普通だったローマン体とテイストが合っていたためだとか普通だったからだとか言われる。戦況の場面では、活字はヨーロッパで使われていたものを使用したり、現地で使用するのに木などに活字に掘って制作した。ヨーロッパで使用されていたもので、初めてまとまった量が作られたのは、 ルイ14世の命による1715から42年のフランス王立印刷所の木活字であった。この活字は後、ナポレオン一世の中国五字書編纂のために拡充された。その後、ジャンピエール・アベル・レミューザの漢文啓蒙で使われた活字は中蔵活字であった。木活字も中蔵活字も共に明朝体であった。19世紀中央。 王立印刷所のマルスラン・ルグランは中国の古典の印刷を目的として活字制作を依頼され文豪活字を制作した。ルグランの文豪活字では変貌観客をそれぞれ分割してより少ない活字制作で多くをまかなおうとしたものでこれも明朝からだであった。キリスト教宣教では主にプロテスタントが伝道を担った。彼らは伝道する地域の言語で伝道することを 重視し、そのために漢字活字の開発が重要だった。ヨーロッパから、例えば、ルグランの文豪活字などの活字を取り寄せることもあったが、現地で活字を開発するものも多くあった。サミュエルダイヤなど、幾例かがあるが、その代表例は、上海の映画書院や、未華書館である。映画書院は、ロンドンミッショナリーソサイティープレスの寛役で、 ロンドン伝道会の宣教師が設立したものであり、三カ書館はアメリカンプレズビテリアンミッションプレスの最後期の看護名称でビッキタ長老会社会の印刷所であった。特に校舎では六大館長にウィリアム・ギャンブルが入り、スモール・パイカは12ポイントのサイズなどの活字の改め国を行った。これらのミッションプレスの活字は欧米から来た技術者が指導して制作された。 金属活字で、サイズも、自国の活字サイズに基づくものであった。活字の大きさは、特定の大きさのみを作り、大きい方から順に、1号、2号、と呼んでいた。三ヶ所館は一時上海で流星を誇っていたが、三ヶ所館の活字を二時販売する、商務委員所館などの業者が現れ、廃業する。日本に明朝体が入ってきたのは、秋親寝台に、 仏典や四書などを輸入したものを再販したことに起こる。特に大規模なものは、大爆修造領鉄腕、同光禅寺による一最強の開国であった。その後もこれらの用途では明朝体は使われていたが、会所が使われる方が多く、一般に至っては、五花流と呼ばれる連綿体の一種が主流であった。大鳥啓介による明朝体での活字開発は、 あったが、金属活字における苗蝶体の歴史は一般に、元木昭像が長崎鉄工所に開かれた活版練習所において三華所間に来ていたウィリアム・ギャンブルを招聘し、講習を受けた際、ギャンブルが持っていた苗蝶体を本文書体として使い続けたことに始まる。練習後元木は鉄工所を辞め、長崎鉄工所に残った後の観光量の波と、 紀業新宿の新外活版所へ移った後の東京築地活版製造所の歯に書風が分かたれた。明朝からだの需要は活字の需要と大体一致する。明治10年頃には活字を供給する体制が整い始め、新聞等の印刷に常用されるようになった。漢字廃止を訴え金専用を唱える者は金だけで見やすい事態を目指して連綿を取り払うのみならず。 書風を改めて活字を彫り、自身の新聞で利用していた。金軸愛は、明朝からがの金技型に大きく影響を与えたという。明治期の活字供給会社として、著名なのは、東京築地活版製造所と、西文堂であり、印刷局も有力な供給源であった。修営者が自社の母型を持ち始めたのは、明治二十年代後半からである。 明治末期から昭和にかけて、活字のサイズがアメリカンポイント制へ移行した。ベントン母系彫刻機を導入して新たに活字を供給する事例が出現した。一字ずつ機に布景を彫り、デンバラ法で母系を得て、そこから活字を作る老型デンバラ法とは異なり、ベントンは一字ずつ原字パターンを制作し、それをもとに機械的に縮尺を行って母系を得るものであった。 ベントンの導入の際、より細い字型を作った。昭和に入って、写真食事の開発も行われ、講師となる、写し県の石井明朝からだは、築地活版の12ポイント活字を利用して作られた。以後も、社食では、活字からの本国書体が開発、利用されることがあった。社食ではファミリーが形成され、特に太いウェートの字型では、応戦を極端に細く、 縦線を極端に太くされた。1946年に東洋漢字屋座代表が告示されると、各社は新事態によった事態に変更し始めた。この時、東洋漢字屋座代表の事態に筆押さえなどのエレメントがなかったのを、これも事態変更のうちと判断し、新事態への変更と同時に取り除かれることがあった。しかしこれは、 東洋漢字アザ対表の字体は手書きであるために、筆押さえがないのであり、筆押さえなど、病長体に、特有のエレメントがないのは火薬だとの批判もあった。日本語デジタルフォントの初期は、ビットマップフォントが使われていた。字体は JIS に準拠することになるが、JISX-0208 の二次規格により、漢字の字体変更や入れ替えが行われたことで、混乱が生じた。 アウトラインフォントが実用化されると森沢がポストスクリプトフォントとして流民を投入したことをはじめ幾多の会社が活字の復刻、本国書体や新規書体を開発して市場に投入した。このフォントでもファミリー化話され様々なウェイトが混在している。かな日本で活版印刷を実現する場合、かなの鋳造も必要となる。 木活字による印刷で必要とされるカナが、カタカナだけであった頃は、漢字同様にカタカナ活字を彫れば足りた。しかし明治に入り、西洋式漢字活版印刷が導入されると、一字一字が独立し、しかも全自動サイズの正方形で活字が必要とされた。幅広い用途において印刷をしようとしたとき、ひらがなも必要となり、 伝綿を前提としたひらがなを一時一時正方形に収めることは簡単にはいかなかった。明朝からだが伝承された際、活版伝習書ではひらがなは開発されず、新外活版において池原香里知の字をもとに開発されたのだが、その字は正方形にうまく入れられたとは言えなかった。明治4年後半には寺小屋の色果て習いの金をもとにした金が開発され、 やがてそちらが優勢となった。築地活版は1886年に1、3、6号のひらがな活字を改めたのに始まって、1898年、頃の5号の活字改正など多くの活字の名を入れ替えた。西文堂も明治20年代後半から開発を始める。ポイント制活字の導入によって制作する活字が、 増えると、それぞれのサイズで別々に書体が開発されるので、大きさの数だけ書体が増える三段となる。印刷所では、同じ活字製造所の複数のバージョンや、複数の活字製造所の文字を混用して使っていた。印刷技術の向上や印刷紙の質の劣化に伴い、1910年頃より文字を細くする傾向が生まれる。印面がシャープにすり上がるということから始まった。 加えて、日中戦争に向かうにつれ印刷用紙が劣悪になり、それまでの文字では、滲んで使い物にならないというのがその傾向に白車をかけた。祭字化と金文字派の金の視認性の向上などの動きから、金文字を大きく形作る書体が様々に試みられた。これにより、それまでの小ぶりな字から、懐が広く明るい字が作成されるようになった。さらに、 1929年に実用化された写真食事機とベントン母型彫刻機による活字であった。これらの機械では一つの原字から複数のサイズで同じ字型を生成することができた。社食ではこのため同じ字型で太さが異なる初体群が発生した。ファミリーの実現である。懐が広い字では骨格が同じままで太さを変えることが容易であり。 新初代のファミリー化が進んだ。日本語の表記において、金の比重が増すにつれて、金本との重要性も高まり、金だけを変えて使うという例も増えた。特に社食以降は、変更が割合に自由で盛んに行われた。例えば、石井明朝からだの標準の金である、NKL を築地活版の12ポイント活字を模した、オークルに変えたり、 修営社の初号活字の社職家である修営明朝の漢字と築地活版の初号活字の系譜である民誘社初号活字の社職家であるかな民誘明朝を合わせたりすることなどがあった。パターン体最近まで日本の用語の影響で同様のハングルの書体を韓国語で明朝からだと呼んでいたが、1993年に文化部公演の書体用語標準化により韓国語で 基礎という意味のパターン体という単語に置き換えられ、これが現在の用語になっている。ありがとうございます。